江藤智恵。次は福島の歌やった後は今度池袋西口の歌やりましょう。三門さんいらっしゃいますか。三門さん、あ、いたいたいた、踊ってた。ボーカルに三門さんをお迎えして池袋西口音頭っていうのをやりたいと思います。これもまたちょっと踊り、はい、はい、ああ来た来た、踊りの説明を伊藤さんお願いします。はい、じゃあこれはまずちょっと FT の棒踊り隊の方いらっしゃいますでしょうか。わー、ありがとうございます。彼らもキノコと一緒になってこの盆踊りを皆さんのお手本になって踊ってくれると思いますので、なんとなく中の方に入ってください。お願いします。池袋から皆さん来てくださいました。ありがとうございます。背中に FT って大きく書いてある人たちがフェスティバル東京のあれですね、盆踊り隊の皆さん、はい、そうです、ありがとうございます。でこれがですね、ちょっと最初行ったり来たりいろいろするので簡単に説明させてください。まずはですね、進行方向に歩きます、で下がります、歩きます、そしたら半回転して反対向きまで行っちゃいます。ちゃかちゃ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 回ります。でまた歩きます、下がります、歩きます、でまた半回転して、そうです、進行方向戻りましたよね。でそこでフランケンシュタインをやってください。皆さんご自身思い思いのフランケン、フランケン4つですね、4回フランケンやってチョンチョン叩いて、外に叩いて中に叩きます。はい、4つフランケンやったら手叩きますよ。そしたら泳ぐ、はい、泳ぐ、はい、どうすこい、どうすこい、丸開く、ずっと進んでいます。でこれがですね、ちょっとみんなでやれたらすごい素敵だなと思うので、顎の下にこうやって手首つけてちょっとこう揺らしながらですね、このまま進みます。ミアを進むでーすみたいな感じですね。このまま進んでいただいて、そしたら下からぐーっと手を上げて、ツンタタ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 タ、バンザイ、で膝を4つくらいだったっけな、やりまーすポイントは宮尾進むさんですね。宮尾進むさんで、これでお尻ちょっと出して進んでいただけたら大体こんな感じです。で感想になりましたら、これもちょっとやってみたいんですけども、電車ごっこって皆さんが幼少の頃やったかと思うんですが、あれをやります。でもう円を全然無視していただいて構わないので、ちょっと足元気をつけていただいて、ぐるぐるそのまま乾燥中ずっといろんなところを、はい、移動していただきます。で疲れたなと思う大人の方はトンネル作ってください。まずその場にいるだけで大丈夫なので、でまた体力が戻ってきたら、はい、電車になりますみたいなことをずっと、はい、やっていただいて、そうですね、この曲です、感想のところ。でまた元に戻ってきたらば、もうすぐ来るぞって感じになったら、フランケン4つやります。フランケンで列に戻ります。で歩き、あれこういう8個だっけな、8個やります。で歩きます、下がります、歩き、待って反対転です、反対に進みます、下がります、進みます、下がり、反対でフランケン、4フランケンです、2,5,3,4フランケンで叩いてみたいな。はい、ありがとうございます。こんな感じですので、周りの方をちょっと見ながらやってみてください。よろしくお願いします。はい、これちなみに、10月の31日11月1日に池袋の西口広場、池袋ウエストゲートパークで、もやりますので、ぜひぜひプロジェクト福島の盆踊りもやりますので、そっちの方もぜひぜひいらしてください。ということで池袋西口音頭やりたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、せーの。
Yeah.